動や風水害に対する活動、一刻を争う心肺停止の救急現場でも活動しています。続いて登場しますのは消防団活動用車両です。この車両は消防団員が各路面に防水準備が整えられます。救助車を斜めに転調したロープを使用して救出活動が行われます。要救助者の増加に合わせて同時に隊員を引き上げることで多くの要救助者を高所から効率よく救出することが可能になります。この救出法は大規模かつ複雑多様化する災害に対応するため那覇市消防局